ゴドフリー・ネラーによる肖像画初代マーチモント伯爵、パトリック・ヒュームは、スコットランド王国の貴族、裁判官。ウィリアム・アイクマンによる肖像画、1720年頃。初代準男爵、パトリック・ヒュームとクリスティーナ・ハミルトンの息子として、1641年1月13日に生まれ、1648年4月に父が死去すると準男爵位を継承した。スコットランドで教育を受けた後、パリで法律を学び、帰国直後の1665年にスコットランド議会議員に選出された。議会で反カベナンター政策に反対し、ロンドンに出向いて国王チャールズ2世に請願したものの1675年に投獄される結果に終わり、途中で一度解放されたがすぐに再び投獄され、最終的には1679年7月17日に釈放された。その後、ライハウス陰謀事件への関与を疑われ、1684年秋にポルワース教会の家族納骨所に隠れた。冬に医者に扮してロンドンに向かった後、フランスに渡り、ダンケルク、オーステインでブルッヘを経由してブリュッセルに向かい、モンマス公爵に面会しようとしたが叶わず、ロッテルダム、ついでユトレヒトに向かい、そこでチャールズ2世の死を知った。同年のアーガイルの蜂起に参加したが、失敗に終わり、財産も没収されて困窮した。1688年の名誉革命で、ウィリアム3世と共に帰国、翌年に再びベリックシャー選挙区の議員に就任した。翌年に財産没収を取り消させることに成功、直後にスコットランド枢密院の枢密顧問官に任命され、さらに同年12月20日に、ポルワース教に除された。1696年5月2日にスコットランド大法官に任命され、1697年4月にマーチモント伯爵に除された。1702年にスコットランド教会総会への勅使に任命されたものの、直後にウィリアム3世が死去したため総会は中断した。同年にジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの権利放棄法案を提出すると、スコットランド大法官を罷免された。その後は、イングランド王国との合同を支持したが、1707年と1708年のスコットランド貴族代表議員選挙に敗れた。1714年にジョージ1世が即位すると一部の官職に復帰したが、以降政治で大きな役割を果たすことなく1724年8月2日に死去、息子アレクサンダーが爵位を継承した。グリゼルカーと結婚、下記の子女を設けた。ありがとうございます。